ザ・モダンなハードロックギターです。はい、大橋さん、はい、シャーベルのプロモッドシリーズという簡単に言うとギタリストが喜ぶモダンな機能を、いろいろと備えながらもお安い価格帯でご提供しますシリーズ、はい、みたいな感じのやつ でシャーベルはと3種類ぐらい代表的なモデルがありまして、みんな知ってるディンキーちょっと小さいやつと、あとソーカル今回弾いたやつですね、はい、あとサンディマスっていうのがあるんですけど、こっちのソーカルというサザンカリフォルニアの略らしいですけど、日本でいうと湘南みたいな感じですかね。まあ海ですよね海でも本当サウンドもカラッとしててザ・アメリカンって感じ。アメリカンですね、西って感じですね。まあ本当モダンなギターだなっていう感じ、ハードロックギターでフロイドが乗ってて、でもなんかもう欠点が見つからないですよね、全てこう標準以上というかピッチもいいですし、ネックの握りは割と薄いですね、薄いけどここの端キワキワは割とねこう厚みがあって、なんだろう、欠点がないのですごくいいと思いますよ、サウンドに関しておそらくセイモアダンカンのピックアップの色が結構強いかなと思ったんですけど、どうですか。そうですね、これがディストーションでしたっけ。そうですね、その色は濃いと思います。割とこうキャラが強めのピックアップだとは思うんで、それがまあ好きか嫌いかってとこはあると思うんですけど、なんかこう人とは違うサウンド好きな方はとってもいいんじゃないかと思いますね。あとセンターもすごい特徴的ですよね。割とその SSL6 というピックアップ、はい、まあ出力が高いシングルコイルですけど、割と普通のスタンダードなシングルコイル、ということらしいんですけど、面白い音しましたね。そう、キャラ濃いめでいいと思いますよ、ジャキッとして、やっぱりだからクリームももちろんいいですけど、クランチぐらいでこうなんかねカッティングした時とか、ちょっとフィルター系のエフェクトかけたようなっていうか、まあちょっと大げさかもしれないですけど、ちょっとこう色づいてて素敵ですね。
一つこのギターちょっと特徴的なのがノーロードトーンコントロールという、要はこれ10にした時というかフルにした時にカチッとスイッチが入って、そうなんですよ、バイパスになるという、そう初めて触ったんですけどこれはいいですね。その先がピタッてこう、なんかマグネットみたいな感じで、落ち着くとこがあって回し切ると、それが要はトーンがバイパスになってるってことですね。これ例えば10のところと10というかフルのところとちょっとだけ下げたところでやっぱ如実に音違います、違いました、これもだから本当好みだけど、僕はねあのバイパスせずに回路通って9ぐらいが良かったですね、抜け感はねこうバイパスした方があったんですけど、もしかしたらバンドの中に入ってこうソロを前にガーンと出したい時とかはバイパスするのがいいかもしれないですね。ありだと思いますね、やっぱ上のそのシャーって高いところが出てくるんで、いろいろ回してみてください。